はい、こんにちは。札幌占い病院細胞会社の後藤です。今回は、ブリーチをしてカラーをしてカットをする感じ、2時間ぐらいかな。バックがちょっとこういう状態なんで、まあ後ろちょっと切っていこうかなと。あとモデルさん結構首がすっきりされてるので、結構通常通りカットしちゃうと短くなりすぎちゃう可能性があるので、まあ僕はそういう場合は、まあちょっとどの長さにするかっていうと、ここを取って、ちょっと後ろに結ぶじゃないけど、こういうふうにタワーをポニーテールじゃなくて、こう2つ結びみたいな感じで取って前に持ってきて、長さのイメージをこう作ります。で、どこの長さがモデルさんに似合うのかなっていう部分をちょっと選んでいったりとか、シェアをしていくとちょっと分かりやすいんではないかなと思います。その時は後ろ、真後ろに、真後ろ45度ぐらいですかね、持ってきていただいて、それを前に持ってくるとちょっとそのイメージつきやすいんで、こういう感じですね。だから短くなってこういう感じになるよね。多分その右の人だったらこんな、すいません、右の人だったらこういう感じ。もうすごい首がすっきりされてるからね、やっぱり確かにちょっと短いのはすごい多分かっこよくて似合うとは思うんですけど、ちょっと違和感ありそうですね。可愛くなりすぎちゃう。この辺の方がいいかもしれない。大丈夫ですか？はい。じゃあこの辺で長さはちょっと決めていきたいと思うんで、あと前髪がもうあるんで、ちょっとそこですよね。一つはこう七三分けでなってる番組のやつなんで、あれイメージですかね、あれは長さの。そうですね。そうしたいわけじゃないですか。そうしたいわけではないですね。ああ、そうなんです、ね。そしたら前髪結構あのポイントでザクザクって切ったりとかして、ちょっとおしゃれにして、はい、あとこっちをこのぐらい長さに切ってあげる感じがいいと思うんですよね。で、今日のモデルさんのポイントは僕が見た感じだと、すごいすっきりここがされてるので、あのここが張って見えるんですよね、こういう風に。で、普通に通常通り削いでしまうとここがどんどん張ってしまうんで、ここの A ラインをうまく作っていって、下に重さを出していった方が、なんかどうやってもこうくびれやすいと思うんですよね、彼女の場合。過去にそういう経験ないですか？あります。こうしたくないのにくびれちゃうってないです？あります。そうですよね。多分通常美容師さんで削がれるとそういう風になる髪質なんですよ、なる骨格なんですね。で、そういう方っていうのはどこを調整するかっていうのは、やっぱりちょっとある裏技を使っていくことによって、ここの A ラインがタイトになって、ここがもっとバランスが良くなるんですけど、やっぱりどうしてもやってほしくないのにこうなると、最後ね、なんか私思ってるのと違う、でアイロンでブローしたらなんとかなるけどこうなっちゃうみたいなことが非常に多くて嫌だったんではないかなっていうふうに思うんで、そこを回避していきたいなと思います。はい、っていう部分で、ゴール地点のカラーは結構明るめ のほぼ白っぽいやつのピンクだったんで、僕ちょっとそこはできないって断ったんですけど、まあ、1回のブリーチでだいたい1時間か2時間で終わらせていくカットカラーになるとちょっと結構忙しくなっちゃうので、ワンブリーチでできる範囲でっていう感じにさせていただきます。ちょっと刈り切りしていきます。結構ね、ほんとくびれが怖いよね。くびれちゃう感じ。バックがあると結構ね、なんかサクいっちゃいます。今バック結構切ったんですけど、がっちりいきました。だいたいこのぐらい今切ったんで、まあ、仮切りなのでまだちょっと探ってる状態ですね。で、彼女結構この辺からあんまり上げると多分こう跳ねるみたいな、こうなるので、でちょっと肩に当てて、中途半端にやるとちょっとここがくびれちゃうんで、肩に当てて重さを出そうかと思います。
しいですか。そのくらいで結構ですね、こういうあの首がすっきりされてるから段を入れすぎると絶対こうなるんで、基本的にワンレンベースで切ってた方がよくて、変に段を入れない方が表面切りすぎるとなっちゃうんですよね。結局こう2段になるんでイカみたいな感じになりやすいんで、結構そこが難しいところですね。なんで段はあんまり入れない方がいいんで、段入れないでちょっと調節してた方が僕はいいかと思います。あまり変わらないんでバックの方はちょっとカットしていきたいと思うんで、彼女の場合下が削げないんでね、基本的にそこが難しいところで、ここからちょっと限定動画になっちゃうと思うんですけど、ちょっとやります。ちょっとこっちずらしていいですか。まずテイクセニングと小顔バングの作り方をちょっとやっていくとちょうどいいかなと思うんで、その辺をちょっとささっとやったら終わりかな。テイクセニングするんでちょっと手にオイルをつけます。これ通常通りそぶいていくと、3パターンがあって、多分このパターンから持っていくとしたらもう結構軽く量が多いっていうのが気になってるんで、そいで多分こう2段になっちゃってちょっと微妙な感じに終わるっていうのと、あとワンレンで切って削がない方が、削ぎ嫌いな方もいるんで削がない方がいいよっていう人もいると思うんですよね。巻いてくださいとかで、僕はそれだと嫌なのでどっちも選択しないで A ラインを作りたいので8をちょっと押さえたいと思います。ただ8を押さえる人もこうやって切っていくと毛先の量どんどん減ってていかみたくなっちゃうので、その部分をちょっとやっていきたいと思います。このままちょっと続けていくんですが、小顔バングの作り方なんですけれども、ここの骨格ですね、ここにちょっと貼るとこう噛んだ時に出る筋肉のところがあるんですけど、でちょっと切ってあげて、よいしょ。そしてそうですね、5ミリ間隔にとってちょっと横にしますけど、中を削っていきます。いいですか。5ミリ間隔でとってこのパネルの中をパツってプランと入れます。縦にスライスとって中をパツって取っていきます。この時にサイドのやつはちょっと前のセンターにオーバーダイレクションさせた方がいいですね。パツッと取って、ちょっとブランド感を足していくことによってちょっと可愛い感じのラインに変わっていくんで、これでちょっと不揃いの番組にちょっとなるかなと思います。で結構ちょっとマニアックなことになるんですけど、こうなった時にこれを最後まで切るんじゃなくてちょっと表面のブランドを残すんでしょうね。ちょっと分かんないかもしれないですけど、例えばこうやった時にパツッと切って3分の2切るみたいなで、1のこの表面の残すことによってこれが結構表面が若干長くなることによってそこが遊んでくれるんで、そういう感じにした方がいいですね。あと毛先がどうしてもこれだとただ重いだけなので、ここに入れてくるんですけど、イングラをイメージした状態で入れた方がいいんで、こういう状態でチョップを入れていきます。これはペンシルシザー、先っちょがちょっと開いてるやつなんですけど、ペンシルシザーで、滑らかにこういう風にちょっと取っていく感じですね。
で、彼女みたいな襟足が長い感じの、襟足もちょっと長めなんですけど、そういう場合っていうのは、なんていうんですかね、このベースのところちょっと短い方が結構良かったりして、なんかこれだと、なんていうかな、ちょっとボブっぽい感じに作ってあげた方が結構かっこよかったりするんで、まあ、好みもあると思うんですけど、ちょっと分かりや皆さんに分かりやすいようにやると、耳のこの付け根のところから上を止めて、この中の方のをちょっと短くというか、少しここに遊びを入れます。ここに遊び入れる分には問題ないので、ここに遊び入れる分には問題がないので、ここを持ち上げて少し上に、ペンシルシザーで、間引いていきます。ですか、中を間引くんで、表面っていうより中をちょっとペンシルでそのまま間引いていきます。で、ここに軽さ出すことによって、で、上はやんなくていいので、ここに軽さを出します。で、伸ばしていく人はちょっとやめた方がいいですけど、まあ彼女みたいなタイプはちょっとやった方がいい。あんまりやると、アップしてできなくなっちゃうんで、それなりにちょっと残してください。プラス1センチぐらいちょっと切りますね。ここちょっとディスコネっぽくなっちゃうんですけど、それぐらいの方が多分いいはずです。これで下ろして、この方が多分かっこよくなるんですよ。で、ちょっと巻くとバックの方とかの襟足の出るところとかも見えてくるので、ちょっと下げてみますね。そしたらあそこ切ろうかなとかっていう感じになってくるんで、結構巻くと、まあ、カット用に巻くみたいな感じなんですけど、僕の場合はお客さんに共有はしないんですけど、結構巻いた方が分かりやすいし、R で切りやすいんで、ちょっとそこは巻いたりするのもカットしやすいからっていう感じですかね。カット用にっていう感じですね。こういうところに。で、この三つ襟も結構残しておくと、ここですね。ここが結構障害になるんで、ここ短く切った方がいいですね。で、全体を、このRカットでつなげていって、これなんでやってるかっていうと、表面この丸く切ることによって、やっぱこういう髪質がちょっと何て言うのかな、ちょっとストレートだったりとか、馴染みづらか、何て言うのかな、馴染みやすいことによって、ちょっとこう柔らかさとか丸さが出るので、結構これ最後の仕上げとしては結構おすすめします。で、レザーカットだとどうしてもテンションかけて切るので、戻した時にえぐれるんですよね、入り口が。途中からは丸く切れるんですけど、そういうのを回避できるのがこの、うちの僕の、まあ、この切り方なんですけど、はい、レザーカットっぽくシザーを使うんですけど、レザーカットでもできないラインをハサミで出すっていうのが結構これのポイントですね。そうすると柔らかくなってくるんで、彼女の場合顔周り切っても可愛いのかなと思うんですけど、どう？あんまり長い方がいい？いや、切る大丈夫です。大丈夫ですか、はい、ちょっと距離感があるんで、その場合に、もうこれディスコネで切った方がいいんで、この耳の付け根のところですね、ありますかね、この耳のついてるところ、これ以上バック切らないようにして、上からかぶせるようにした方がより奥行きが出るので、この周りのところだけでバンドというかサイドの毛を作った方がいいので、こういう場合は、もうそのまま、そうですね、この場合だったらもうそのままこうやって切っちゃう。で、
とこれは難しいかもしれないですけど、まあ、実際に落ちる位置をイメージしてカットしちゃいますね。まあ、ちょっとクルリンパッドカットなんですけど、動かしながら実際落ちる位置っていうのをイメージしてカットします。で、顔までちょっと短くなったの分かります？これ良くないですか？結構変わったでしょ。こう変わってるんですよね。で、下、あ、そうですね。で、下の重さ取ると2段になるんで、もうちょっとあんまり取れないんで、次はまあテイク1000人ぐらいでいいのかなって感じはしますけどね。そんな無理に動き出す必要もないのかなって気が、逆にそれマイナスになっちゃうこともあるので、その分毛先をちょっとこう馴染む感じだったりとか、ちょっと毛先をこうフリルみたいな感じで動くように、あのちょっとこういう風にカットしてあげることによってちょっと無造作になるので、中間のそぎ入れない分毛先の方でちょっとこう工夫をします。ちょっとバック見せてもらいます。バックどうしてるかっていうと、はい、このような感じで、ここに R 入れていくんですね、ハサミで。わかりますかね。で、彼女結構重めなんですけど、まあ、これは重くてもいいのかなって気がします。意外と短く見えますよね。でもね、どう？このぐらい大丈夫？ちょうどいいです。お、そう、多分切りすぎちゃうと思うんですよね、さっきの僕のやつとか見ると。で、クロス取った時の違いがめっちゃ雨漏りじゃないけど耐えてますね。そうっす。でもこのぐらいの方がね、いいですよね。こんな感じで可愛いですよね。ってな感じです。でそれだけの問題じゃなかったです。雨？あ、雨は降ってると思います。そう、詐欺来るとき。いや、雨は来ないで入ってこないと思う。雨かな。雨漏りですか？いや、雨漏りではないんだけどね。なんかそのエアコン工事したときにエアコンのところがなんか結露らしいんだよね。あ、その配管がすごい冷たくなって、室内の温度との差っていうか、それがこう傾斜ついてるから落ちてきちゃう。本当かなと思うけど。なんか晴れてる時も、晴れてる時もなります。なるなる。あ、そう。結露だったらいいですね。じゃなかったら怖い。あんな水だったら。いや、結構やばいっすよ。本当ね。怪しいですね。シャンプー台も足当たるしさ。いや、ほんとやめてほしい、そういうの。やられた。大丈夫、こんな感じです。大丈夫か、こんな感じです。Thank you.